島津忠義宛、琉球国吉所長直新王1527年1月13日は、琉球王国第二直し王朝の第三大国王から1527年で第二直し王朝、初代国王直、円王の子である。同盟は、新家藤尊禁。新郷は、お吉赤茂へ。1476年に第二直し王朝を開いた。 なお王が没すると、実子のマーカトダルが幼かったため、王帝のなお仙武氏が、王位についた。ところが、半年後に行われた、即位式で新国王を称える、はずの君手ずり紙からマーカトダルを称える新託を、下された。これにより、専王は大使、12歳のマーカトダルが、正進王として即位し、以後50年にわたり統治する。これは、 王府の助官に力を持っていた母校をぎやかの陰謀と考えられている。初期の頃は幼少であり、母校が政務を見ていたという記録が、当時琉球に漂着した朝鮮人の記録にも見える。50年にわたった、昇進王の最大の自責は、中央集権体制を確立し、第二直し王,王党の権力基盤を安定させたことである。そのために、 各地に拡挙して力を持っていたアジを、首都、シュリーに宗居させ、地方には代わりに、アジをキてという役人を派遣して、領地を管理させた。シュリーに住むアジには領地に応じた収入を保障した。アジには、異界が与えられ、身分に応じて、鉢巻きの色やかんざしの種類が決められた。また、地方制度を改革し、現在の市町村に相当する地域を、紛り、 自に相当する地域を島とした。また新城、聞こえの大君のもとに組織化し、各地の野郎、その統制下に置いた。初代の聞こえの大君には、王の妹、月生が就任する。妹の霊力で政治を行う兄を守護するという、おなり神信仰であるが、同時に人義面での中央集権化である。さらに、中央官庁には王を補佐する三司官を置いた。 1500年には、八重山諸島で起きたおやけ赤八の乱を平定し、さらに1522年には、与那国島を征服し、半島を拡大した。宮古、八重山から奄美に至るまで、琉球王国に服属するに至った。ありがとうございます。